世の中にあるすべてのものは、原子、と呼ばれる小さな粒でできています。鉄は、鉄の原子が集まってできています。銅は、銅の原子が集まってできています。それらの原子は、普通の顕微鏡では、とても見えない小さな粒です。原子は、約100種類あって、それぞれ名前がついています。例えば、左から、酸素の原子、水素の原子、ナトリウムの原子、銅の原子、のように、いろいろあります。このように、原子は、種類によって大きさや、重さが違います。重力では、15種類から20種類が出てきます。さて、世の中には、ガラスや、水や、塩、のように、たくさんの種類の物質があり、その種類は、何万という数に達します。原子の数は、たった100種類しかないのに、物質の種類は何万もある。ということはおかしいように思いますが、それは、いくつかの原子が結合して、一つの物質になっている、という仕組みがあるからです。例えば、水という原子はありません。また、塩という原子もありません。塩というのは、ナトリウムという原子と、塩素という原子がひっついてできているのです。また、水というのは、このように、酸素の原子一つと、水素の原子が二つ結合してできているのです。また、空中を飛んでいる酸素という気体は、このように、酸素の原子が二つひっついた形で飛んでいます。このことは、今から約190年前に、アボガドロ、という科学者がいろいろな実験の結果から気づいたのですが、目で確認することができなかったため、はじめは誰も信じてくれず、信じてくれるまで50年もかかったということです。このように、二つ以上の原子が結合して、いろいろな物質ができていることがわかりましたが、その、組み合わせ方が変わるごとに、沸騰する温度が異なったり、硬さや、色が異なったりするのです。つまり、いろいろな種類の物質ができてくるのです。だから、人間の体のように、大変複雑なものであっても、使われている原子の種類はそれほど多くないのです。これが、化学を勉強するときの、最も重要な考え方です。このように、いくつかの種類の原子が組み合わさって、一つの物質になっているわけですが、これや、これ、のように、2種類の原子が組み合わさってできている物質を、特に、化合物、と呼びます。それに対して、これは、空中を飛んでいる、酸素、という気体ですが、このように、1種類の原子だけでできている物質を、単体、と呼びます。この、水や酸素のように、その物質の、元になっている小さな塊を、分子、と言います。これ以上、分けてしまうと、水や酸素ではなくなってしまいます。さて、原子